ですか？何って、七咲のスカートのポケットに手を入れてるんだ。それはわかります、うん、だから、どうして私のスカートのポケットなのか聞いているんです。それは、スキンシップだよ。こういったことはスキンシップとは言いません。え？スキンシップは主に母親と子供の間柄で使う言葉です。そうなの？分かったら手を出してください。私もこういうのは恥ずかしいんですから。いや、でも僕が思ってた以上にポケットの中ってあったかいし気持ちよくて。先輩、手を動かさないでください。くすぐったい。笑ってないで早く手を出してください。そう言われてもな。